滅ぼしたあの夜、本当にあれはあんた一人でやったことなのか。いくらあんたでも一族全てを勝とん。アマテラス。オロチマルのヤマタの術か。正しく成長してくれるものだ。大切なものを守るために。何度倒しても平然と蘇るペインの能力の前に、ジライは力尽き敗北する。単身雨隠れの里に潜入する。そこでかつての教え子とおぼしきペインと遭遇する。ペインは美獣を利用した禁術兵器の大量生産を目論んでいた。ジライアの当初の目的はあくまで情報。この時ジライアの脳裏にはかつて知らされた予言の子という言葉がよぎっていた。ジライアの教え子は忍びの世界に暁の野望を防ぐため、教え子の誤り、くだらない世の中に終止符を打つ。それが神の世界の毒たる。お前たちはそれが死としてお。残念なのは、世が乱れた時に天より使わされるものだとされている。だからお前がこの乱れた世を下帝に導いてくれる、そう信じていた。しかしわしの思惑は外れ、今は世を乱す暁にいる。正しい成長は仕方ない。成長していないのはこの世界。俺たちは成長し、今に至っている。言うようになったの。いや、そう。俺はいかに犠牲を伴おうと、その先にある真の平和のために進む。真の平和のためには、世界に痛みを知ってもらうことが必要なのだ。お前たちはわしの弟子として正しく成長してくれるものだ。大切なものを守るために、その力を使ってくれるものだと疑わなかった。だがわしの見込み違いだったようだな。螺旋岩。何度倒しても平然と蘇るペインの能力の前に、ジライは力尽き敗北する。ナルトよ。
お前はどんな時も諦めなかった。ならばお前の師であるわしが諦めるわけにはいかんの。だがジライアは最後の力を振り絞り、ペインの能力の手がかりを残すのだった。ナルトが忍びの世界に安定をもたらす予言の子であることを信じて。ウチハ一族のアジトでサスケはイタチと対面する。イタチはサスケとの会話の中で、ウチハマダラ、それはこの我が暮れの里の創設者の一人であり、初代ホカゲの千住柱間と最後まで争った男の名だった。マダラは万華鏡をシャリンガンの代償として失明するのを避けるため、自分の弟から寮、そしてイタチもサスケの目が自分のスペアであり、そのためにサスケを生かしたと断言する。あんたとの因縁、今日ここで終わらせる。大した気概だ。だがお前の目で、いや、イタチ、俺の死に様か。再現してみろ。あの夜、ウチハ一族を滅ぼしたあの夜、本当にあれはあんた一人でやったことなのか。いくらあんたでも一族全てを相手にやれるはずがない。あんた以外の誰かが。あの夜見たはず。気づいていたか。誰があんたに協力した？ウチハマダラだ。こちら、カトンチャ高火球の術。この葉が来る創設者の一人、俺の相棒であり師である、不滅の男カトン高火球。アマテラス。
これが俺の最後の術になる。雷鳴と共に散れ。これがお前の再現したかった死に様か。本当に強くなったな、サスケ。これがなければやられていたな。ここからが本番だ。これが俺の切り札、サノーだ。スサノオだと。邪魔だ。ここだ。カトン。こっちだ。邪魔だ。ここだ。もらった。距離を取ったつもりか。邪魔だ。指導もらった。人は誰もが己の知識や認識に頼り、しばらく生きている。それを現実という名で呼んでな。しかし知識や認識とは曖昧なものだ。その現実は幻かもしれない。まだまだ死んでいるというのはお前の勝手な思い込みだ。お前のその目は何一つ真実を捉えていない。お前は何も見ていない。邪魔だ。お前は俺には勝てない。まだ動くのか。距離を取ったつもりか。これはどうする。サスケは邪魔だ。シドここだ。距離を取ったつもりか。邪魔だ。まだ。素早いな。だが丸のヤマタの術か。
得るものが出たな。ウチハの力は私のものよ。仕上げだ、サスケ。これでお前の目は俺のものだ。何言ってやがる。何か手はないのか。奴を倒しては。諦めろ。お前の負けだ。黙れ。クソ、どうすれば。逃げ場はない。来るな。ダメだ、もうチャクラが。俺の目だ。やめろ。サスケ、お前は俺が。お前は弱い。兄さん、まったく、一緒に帰ろう。仕方のない奴だな。愚かなる弟よ。こんなこと。恨め、憎め。ちぇ、新しい手裏剣術を教えてくれるって約束しただろ、ま、だ兄さん、なんて遠いんだ。俺とお前は唯一無二の兄弟だ。俺はお前と共にあり続けるさ。骨肉を分けた兄弟の死闘が終わった。サスケは一族の宿敵であるイタチを倒した。しかしそこへトビが現れる。トビは自分がシャリンガンを持つ3人目の男
ウチハ・マダラであり、イタチの協力者であると明かす。トビの語るイタチの真実は、疲弊しきったサスケに大きな衝撃を与え、混乱させるものであった。イタチは木ノ葉隠れの上層部の命令に従ってずっと行動していたのだという。クーデターを計画したウチハ一族を滅ぼしたのも、犯罪者の汚名を背負い抜け人となったことも、全ては里の命令であった。許せサスケ、これで最後だ。サスケはついに理解した。忍びの世のため、木ノ葉のため、そして弟のサスケのために、全てをかけた兄ウチハイタチの生き様を。我らは蛇を脱した。これより我ら正体は名を鷹と改め行動する。鷹の目的はただ一つ、我々は木ノ葉を潰す。サスケは正体の名を鷹に改めると、暁と手を組み、木ノ葉隠れの里への復讐を決意するのだった。